何入ってんだろう加圧 T シャツとかかなネタかなそういう。あれまだ売ってんのあの <laughs>。電気ビリビリで。さあ、EMS だっけあ、EMS で合ってるあ。まだ売ってる。これもう買ったな <laughs>。これ買ったな。6万円のやつ買った。 まだ売ってんのかなえこれじゃないの僕シックスパッドまだあるんだちょっと進化してるしなんならシックスパッド全然現役じゃんシックスパッド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 もう捨てたうん <laughs> てかあげた ごめんシックスパッドあ全然売ってるいや安,安くなってるねこれこれ <laughs> ビリビリってきてその15分つけてるだけで腹筋100回だから何百回分の腹筋運動効果が得られるんだよでえっ、ー、と 何が嫌で、えー、やめたかって理由がさ3つぐらいあってその1つが、えー、とかぶれてくるんだよ、ね、腹 <laughs> あのそのジェルをつけて電動率を良くすんだよねこのパッドの裏側にさこれ電極入ってんだけどそれを人体にさらにその電気が通りやすくするためになんかジェルみたいなのを貼って その上で腹につけるんだけどで、そのジェルが消耗品でさ、本当はね、1週間に1回とか交換しなきゃいけないんだけど、そのジェルが高いのよ。1枚、6枚入りで2000円とか3000円とかして、経済的じゃなくて、もったいないからって、それ2週間とか使ってきたら腹かぶれてきたんだよね。痒くなって。それで、その理由が一つや,やめた。 物によってては水でもいいって書いっ書たりするあ、そうなんだ。あお、そうそうだあの。ジェルを汚れたら水で濡らして汚れ取ってくださいって書いたんだけどその確かにまあ表面の汚れ取れるんだけど同時に粘着力も落ちるんだよね。粘着力が落ちてだからシックスパッドに貼ってもペローンって外れてくんのさで。それがなおさらかぶれた。<laughs> なおのことかぶれたそれで。 ペローンってなったやつそのままつけたら罠だったなもう一つはなんとか使ってたんだけど腹筋が1ミリもつかなかったでやめたもう3ヶ月とか続けなきゃダメなんかなそうジェルが高いんだよねこれこれこれ,これ <laughs> <laughs> アブスベルト股間18枚セット 三千円するのよ今はちょっと安くなったんだな、当時よりも。出始め高かったんだよ。高いだろ ?18 枚セットで、要は三回分か。一回で六枚使うから。三回チェンジで三千円。一回千円なのさ。今でもね。で、その千円を一週間しか使えないから、これやっぱ金持ちじゃないと、買えないよ。 こういうのってコスパが悪いよね。え、しかもさ、これさ、多分、代外品通か、純正メーカーのじゃなくて、ほら、見てよ。<laughs> え、マジかよ高くなってんじゃん !5000 円すんの ?6 枚で。マジか。 代替品検るぞでも代替品でも代替品,品でも全部合ってるその仕事制度で現場でやるときは全部合ってるその D を D というのとはあんまり変わらん手動を手動って言っていや手動ですよっていうふうに言ってくる人に対しての理論武装はできてるどれでもいい4750円か 実は僕、現場の工事,工事現場のときに D って言ったら逆に怒られたもんな。何が D よ。D って言わんかい。え、D ですか ?D だろう。D ですよね。D だろう。全員 D でどうしてるんだからお前も D って言え。<laughs> おい、じゃあ D で。A, B, C d そう、聞き取り、あの、手動と手動は、その、自動と手動を間違えるから、 ね、自動と手動が聞き間違えて事故る可能性があるから手動って言えってそれは分かったんだよね多分 D を D っていうのも B と D ごっちゃになるからそうごっちゃになるから D って言えっていう多分現場の安全を優先してそうやって言ってるんでしょうね現場の知恵高いなあやれんよー ムキムキになるだななおさらだけどな。ハマってたな、この時マッチョ28、29だっけハマってたな。それの影響でやってたとこれこれ、これくすぐったいんだよな。<laughs> こ,ちこちょ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 ってなるんだよな。<laughs> あのー、 強さ選べてさ、まあ、弱きゃ弱いで、こちょ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 ってなって笑っちゃうし、強ければ強いで、ビリビリになるから、いででででで,でってなるし、こそこそ、言葉ば良いんだよね。<laughs> お腹くすぐられてるみたいで。実際これで腹筋ついた人いるのかね。うん。続ければついてくるんじゃないか。あの、科学的に実証されてるんだろうし。 どういう原理で腹筋つくのあの、電気で無理やり腹筋を振動させて、あの筋肉、まあ、運動効果を得らさせるっていう、まあ、科学的に実証されたやり方なんだよ。だあ、まあ、合ってんだろうね。だくすぐったいし、かぶれるよって。肌強い人はやるといいんじゃないなんか、でも、見てると欲しくなってくるな。 <laughs> いわゆるで、これで腹筋つくのこの爆弾みたいなやつ。え、これなにあ、手の筋肉かなえ、なんかすごいな。くるみでいいじゃん。これも電気なのかなビリビリしながら、手の力か。ありだな。<laughs> 全然ありだね。